疲れた。仕事をして帰ってきて、そして今からアイさん家に向かおうとしてるんだから。で、今時刻の方が8時40分ですよ。こっからアイさん家まで約24キロ。その道のりをこのモンキーで行こうと僕が考えた企画なんだけども、しんどくなってます。残業もして最近忙しいからな。行ってやるさ、このモンキーで。あれ見えない。ハンドルロック外して。こっから愛さん家まで約24キロ。その道のりをこのモンキーで行こうという企画。前回はハレダビッドソンで初めての行動で愛さん家に向かったわけなんだけども、今回はこの原付きのモンキーで愛さん家まで向かうっていうわけなんだな。あまりにも無謀かもしれないけども、俺は行ってみせる。この寒い真冬の中、寒さ対策バッチリ。疲労は残っているかもしれないけども、できる限りゴールまでたどり着くまでに途中休憩を踏まえつつ向かっていくつもりだ。それではアイさん家までレッツゴー。まずエンジンがかかるかどうかですね。膝が痛む。かかるね。少し暖気するか。同じ。こんなにちっこいバイクだけど、ちゃんと走れるっていうところを俺が実証してみせるで。往復で約50キロ。その50キロをこの小さいバイクが速度制限30キロの中、どれだけ時間がかかるのか、そして無事に行けるのか、このバイクモンキーで試していこうと思うぜ。それでは出発。ライトが超暗い。あ、不安定だし、そして寒いし怖い。とりあえず左折。なるべく車通りの少ない道をチョイスしていくことにしよう。どんどん抜かしててください。制限速度30キロだから、これはもう旅だね。調べたんだけど、古いモンキーって6ボルトらしいんですよ。ライトとかすんげえ暗いってネットに書いてあった。寒い寒いし心細い。うわー、暗すぎるよ。もうこの辺の街灯のないところなんてほんと真っ暗だもんな。道がこんな遅いバイク迷惑極まりないからな。うわ暗いぜ。まずライトを明るくしたい。そしてスピードメーターも直したい。ほんと自転車よりも遅いかもしんない。ほんとに行けるのか。愛さん家にたどり着くことができるのか。一旦 CM です。大月さんが綺麗。なんで愛さん家に行こうと思ったんだろう、仕事帰りに。しかもモンキーで無謀すぎる。あ、僕はいますよ。今がチャンス。あれ道間違えたか。あれ道間違えちゃった。痛恨のミス、道間違えました。勝負だ。次の信号まで勝負だ。ラウンド1ファイト。いけ。あいえ。ああ、全然速さが違うわ。向こうの原付きのが速い。チキショー。で、一速に入れると結構このショックがあるんですよね。ちょっとあそこのコンビニ行きます。僕はコンビニに寄ります。
応記録して、よし。あー、あったかい、あったまるわ。すっげえ指が冷たい。投資するかと思った。じゃあそろそろ向かいたいと思います。体も温まったし、それでは再出発するとしましょう。レッツゴーウェイ。俺がスーパーヒーロー戦。よいしょ。うわ、びっくりした。ショーだ。同じ原付だよ。モンキーモンキーモンキーキー、モンキーモンキーキー。このモンキーくんをパワーアップするために今考えてることがあるんですけれども、もうエンジンを乗せ替えたらどうと思ってるんですよ。モンキー用のエンジン結構出回ってるんですよ、ヤフオクで。そいつを買ってマニュアル化、そして4速化しちゃう。なるべくお金をかけたくないんで、10万以内カスタムをこれからこのモンキーくんとやっていこうかなと思うんですけども、どうですか。大都会にやってきた。ここですね。2段階右折というのはここなんですね。ここに来て、でここに止まると、でここで向きを変えると、これが2段階右折。あれ、あの人原付なのに右折してるよ。おいこら。さあ、間もなく愛さんの自宅付近までやってきました。あのコンビニから結構ね、割と早く来たんじゃないかなと。さあ、2段階右折、2段階右折ですよ。本当にこの辺は超危険地帯、大都会。さあ、はたまたやってきました、2段階右折チャンス。はい、ここでこう来るわけですね。はい、ジャギーン。こういうシステムになってるわけですね、2段階システムは。ホンダの横型エンジン、俺のモンキー。もしもし、今から伺ってもいいでしょうか。まもなく着きますのでお願いします。あ、はい、わかりました。じゃあすいません、失礼します。あ、はい、よし、これでアポ完了と。ウインカーがつかないんだよな。お待たせ、今度はモンキーでやってきたよ。このモンキーで1時間20分です。途中休憩を挟んだんですけども、コンビニでもう寒くて電熱ジャケットとか電熱グローブ使えないんで凍えそうだったんで、途中でコンビニに寄ってコーヒーを飲みました。ただこのモンキーでここまで来れたっていう達成感は何にも代え難いものを得たような気がします。これでまた一つ僕も経験値がレベルアップしたということですね。バイクの決してこの経験は人生に生かされると思うんです。どんな逆境にもこの達成感をすごい経験になると思うんで、ありがとうございます。じゃあコーンスープいただきます。なんかあったかいお汁粉がお飲みたいです。コンソメスープでもいいです。あったかいスープ飲まして、ここまで本当来れると思ってなかったから。でもやっぱり夜遅くに急に突然来てやっぱ悪いので、もう帰ります。
あのコンビニでお汁粉飲みますから。じゃあさよなら。さよなら。また来るよ。あらよ。さよなら。自宅にたどり着いたのは午前0時を回った時だった。